はい、こんばんは、スーパーファミコン大好きおじでございます。今日のスーパーファミコン30周年企画のゲームはこちらでございます。バンダイじゃないな、これなんだっけ、バンダイさんですね、SD ガンダム回転ナイトガンダム物語大いなる遺産ということでね、こちらをねやっていこうと思います。例えばね、プニさんのライブ配信やっております、ドラえもんが、それを見ながらになります。音量はちょっと消してるんですけども、チャットでね、どういう感じなのかなっていうのはちょっと見ながらやってます。スイッチオン。つくかな？あ、つきましたね。なぜこれを選んだかっていうと、なんかね、ちょっと思い出があるんですよね。クリアはしてないかもしれないんですけど、すごいね、ハマってやってた思い出があるんですよ。それなんでちょっとね、S ガンダムはそんな、知ってる方ではないんですけどもね、その懐かしい思い出を呼び起こしながらやっていこうかなと思ってね、このゲームを選びました。特別ね、30周年だから30本やるとか決めてないんで、今ちょうどねコロナであまり外にね出ないようにしてるんでね、ハードオフとかも行けてないんで、ちょっとそういう意味でもねこういう企画いいかなと思って、まあ見てくれるかはちょっと置いといて、さ、なんだろうな、これが自分がやってたか分かんないんだよな。とりあえず初めからやりますかね。レベル57の光のナイトは多分もう最終回ぐらいなのかなね。まあ始めてみます。兵士大変です。ガンタンクからの左下にいるのは、いや早っ、特にあれだね、外に出ることもできん、いやいずれ街の中も安全とは言えなくなるんだろう。これどうなのかな、前回もミスティッククエストやったけど、 RPG の方がこういう紹介にはいいのかな。手がかりを探しに出たナイトアムロとガンキャノンからの音沙汰もありません。でもバックアップ残ってたね。レビル、一体どうすればよいのじゃ。レビルと王様かな、フラウ、やっぱキャラクターは使ってるんですね。でもレベルって いるのかな、ちょっと私詳しくないんで分かんないですけど。お父様、私部屋に戻ります。うんいいな、でもグラフィック綺麗だな。ほんとこのぐらいのがねちょうどいいね。今の綺麗なのが悪いとかじゃなくてね、親父にはこれが馴染みがありますね。いつになったら外の元の平和な世界になるのでしょう。フラウ、あ、オープニングかな、あ、なんかやばい、なんか来た、なんだ、弾を撃ってきたのかな。最近はね、プニさんのライブ配信もね、すごい盛況で賑わってるんでね。星って書いてたね、星がきっと近くだわ。どう考えてもフラウが主人公と第一章ラコロワの勇者、全然覚えてないな。これ章ごとに主人公が違うのかな。とりあえず始まりましたよ。フラウはどこに行ったんだろう。ここは今勝手に動いております。あ、ここでフラウが出てくるのか。どうした、助けてください。待てー、なんかザクみたいなやつだね。でもザクではないね。なんだお前、やっちまえ。おー、ほら敵が現れた。なんかでも懐かしいな、やった覚えがあるんだよな、主人公はガンダムかね、ただのね。よし、ゴブリンザクだね。ゴブリンザク、敵はゴブリンザク。SD ガンダムっていうとさ、やっぱり懐かしいのがカード出すもそうなんですけども、多分ね私たちの年齢でいくとね、ガチャガチャでね SD ガンダムがあったんですよ。まあ今もハードオフとか行く、ホビーオフとか行くとねたまに置いてあるんですけど、剣だとか盾とか銃がね、一緒にくっついてまして、それをちぎってね、で装備させてっていう感じのやつがあったんですけどね。
あれも好きで買ってたな。つってもまあガチャガチャ100円ぐらいするんで、おいそれとできるわけではなかったんですけどもね。なんか何回かやって、でもその頃は、今これゲームが1991年でしょ。そう考える、あ、でもガチャガチャはもっと前だからね。小学校か中学校ぐらいとか。あ、戦闘1回しただけでレベルが上がったぞ。しかもルフィラの魔法とかファンの魔法とか全然わかんない。ファンはでもミサイルみたいなやつかな。どうもありがとうございました。私はフラウと言います。落ちる星を見に行ってジオンのモンスターに襲われたのです。あなたのお名前は？ガンダム。え、名前以外の記憶がないです。親父ガンダム。やばい、逆難されたから。これやばい、どこに連れてくの。待って、そんなホテルに連れてくの。お城か。ていうかガンダムとタンクはもう仲間じゃないの。そなたもガンダムってことは、ガンダムがいっぱいいるってことか。あ、そっか、さっきいたな、なんか敵のガンダム、サタンガンダムだ。サタンガンダムの脅威にさらされているのじゃ。サタンガンダムは人間を滅ぼし、モビルスーツ族だけの世界を作ろうとしておるのじゃ。ガンダムとはラクロアに古くから伝わる勇者の名前。ラクロアンヒーローズって、ラクロアンヒーローズってなんかで聞いたことあるな。勇者現る、その名はガンダム。よっしゃ、15分までの短い命や。あ、これでナイトガンダムってことなのかな。古くより伝わる欠けた石板、古くから伝わるんだけども欠けてるのか、石板がね。タンク、お前も開くんだね。よし、話す。もういないの。あ、もう入ってんのかよ。しっかり頼んだぞ。お、いけん、指輪くれたよ、姫の指輪。どう考えてもサイズ感がガンダムと人間が同じっていうサイズ感になってるんだよね。仲間状態、仲間能力、顔が出たね。ナイトガンダム、どうの続き。姫の指輪は装備してないか、いいって書いてないかね。これはこのままじゃいかないから、タンクにしないとダメなのか。タンクはあれか、魔法使い、僧侶みたいな感じかもね。魔法、移動中の魔法ではないんだね、さっき覚えてたね。間違えた、ボタンがさ、物によって違うからね。これは回復かな、全然そこら辺が分かりません。道具、ガンダム、姫の指輪、あ、装備は違うのか。装備っていう、あ、装備あるじゃん。銅の剣、革の盾、革の鎧か。あ、装備できないんだね。よし、じゃあこのまま行こう。武器は持ってるだけではダメだよ。 B ダッシュとかはない。でもなかなか音楽もいいよ。なんかよくこの人顔がよくわかんないな。どんな顔になってるのかわかんないな。このね、ドラクエ病とでも言いましょうか、タンスだとかね、こういうのがあると調べちゃうというね。あ、これさっきのフラウの部屋か。やばい、おなごの部屋にこの布団でフラウが寝てたのかな。ウヒヒヒヒヒ。お、このプニさんのこの道具はあれじゃん、なんとかトンネル、何トンネルだっけな、ガリバートンネルか。ガリバートンネルかな。入り口がちっちゃいのと広いのがあるから。あ、女の子だ。戦士ガンキャノン様が石板のかけらを探しに出かけています。ガンキャノンがいるわけね、戦士が。さあ、時間の方も見ながらやっていきたいと思います。何これ、私も一緒に戦いたいか。なんかシャアみたいな感じかと思った。武器屋かな、違うのか。でもドアだよな。さあ、
望を壊したい。ドラクエ病にかかっている。じいさん、これ酒場なのか。ダッシュしたいんだよね。やっぱ移動速度っていうのは結構重要なもので、ちょっとね、ちょっと移動します。街にちょっと出てきました。られるってことは結構仲間が入るのかもしれないね。昔あれほどたくさんいたザクレロの姿も近頃では全く見かけなくなってしまったの。ザクレロがいっぱいいたんだね。はい、ということでちょっと外出ますね。戦闘なんかもしながらね。しかしさ、もう腰が痛いよ。やっぱりね、ソファーが欲しいな。こんな近くに街があるね。あ、間違えちゃった。あるあるだね。あ、でもちょうど来たよ、なんか。あ、シャアが、あ、石板を、あ、どういうこと。チームスナイパー、待て、もう逃げられないから、その石板を返すんだ。バカ野郎、握られやがって。バカめ、そんな簡単に石板を渡すなんて。よし、ジムスナイパーカスタム君、私の仲間になるのかな。行っちゃうんかい。見守るだけかい。畜生め、シャーめ。ルームの村だよ。洞窟に入る前には装備を整えていくんだね。なんかちょっと面白いな。カード出すはどう、あ、そう、カードがあるんだ。これカード出すの、このゲーム内にも。そうだ、思い出したな。ちょっとだけ懐かしいな。ちょっとセーブデータ見たいな。ナイト鈴木、ちょっと待って、もう一回ぐらいちょっと戦闘しよう。もう一回ぐらい戦闘しよう。さあ、戦闘シーンを。ジオン族は禁止だ。敵はこちらに来ていてない。ワームアックガイ。タートルコック。あ、でも一撃で死んだよ。あれ？タンク装備してないのかな、ひょっとして。しかもゴブリンザクでなくてザクになってる。もうちょっと早く気づけばよかったな。そうすればカードダスを見れたのにね。すげえよ、もう2回戦闘しただけなのにレベルが3になったよ。どんだけ上がりやすいんだろう。はい、ってことでね、本当はあのカードダスをちょっと見たかったんですけど、まあ、ゲーム紹介っていうこともありまして、ここまでにしたいと思います。もう一回敵出てこないかな。新しい敵出るかな。ゴブリンザクとザクか。じゃあ、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ですね。ポチッと。こちら、駿河屋さんでね、箱説明書なし、税込み678円ってことでした。だね、そこまで高くないですね。500円ぐらいで買えるんではないでしょうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。スーパーファミコン大好きおじでございました。続きます。バイバイ。